ライデンはゼロ戦と違って陸上の飛行場から行動するための戦闘機で、目的は防空用です。したがって速度、上昇力、火力という点に重点が置かれており、ゼロ戦のように大きな航続力は必要としなかった機種です。総生産機数ライデン約500機、シデン約1000機、シデン海約400機、月光約500機、それはゼロ戦約1万1000機に比べて桁違いに低い機数である。太平洋戦争はまた日進月歩する航空技術の戦いであった。ゼロ戦の後を継ぎ、またその役割を分担すべき新型戦闘機開発の遅れは、進行防御のすべての戦闘でゼロ戦が常に第一線機である過酷な運命を担わされていく。もはや高オクタン化の燃料確保が難しかったために、ライデンは画期的ともいえる水エタノールの噴射式エンジンを搭載していた。海軍は B29 を相手に検討したライデンの量産に力を注いだが、時すでに遅く、終戦を迎えるに至った。極めて重大であって、これらは航空機、兵器、弾薬、そういうものを作る工場主体、あるいはそれを送る輸送機関、そういうものをいろいろ格納しておく倉庫、こういったようなところを敵の爆撃から防御しなければいけない。これが我々の今任務である。であるから人間はもう一度訓練努力して、その来年の優秀機を持って敵を全部叩き伏せなければならないのだ。敵の戦闘機に水上に入られた場合、その機体操作はどうしたらいいのか。まず敵が沈没から右からなら右、下ならば敵の速度が深くなるように、手と足を体操作してグッと沈没を攻撃する。それでハーフロールで機体が下がったんじゃまずい。だからここでこっちからどっち来たならばこれ、こういう風になるように。Bye.
硫黄島に激戦の続く昭和20年3月、サイパン、テニアン、ガムの基地に集まった B-29 爆撃隊は日本本土大空襲の時を迎えた。富士山が本土侵入の目標となる。放射砲弾を打ち上げている。日本軍の戦闘機が攻撃してくる。飛行物資、支那大陸への道
着を予定して、正常期にアメリカ国籍証を付く。未練極まりなし。これより先1月3日、名古屋でも我が必殺の攻撃に、敵の一機は反復に離落、我が低空陣に台が上がる。見上げるほどの大きな力、雨のように曲がったプロペラ、醜い素材となったアメリカ人、関東、東海道、近畿、一度の地域を襲いになるとも、我が低空部隊、水の大勢は断固たる洋上の一撃を加えてあろう。